足の角度は30度。どうも、イキリヌです。今日はですね、タイトルにもあるようにポイントを消してますかについてお話ししていきたいと思います。結論から言うと、私はコメント削除はしてません。私はしてないんですけど、私のチャンネルでコメントが表示されないパターンっていうのが2つあって、まず1つ目はですね、これはほんと簡単な話なんですけど、 YouTube でこうスパムとして認定されちゃうと表示されなくなっちゃいます。同じ内容をこう連投したりとか、同じ文字でバーってコメントを書いたりとか、あとなんでかわからないんだけど、W 使うと私のチャンネルだとなんかスパムに全部飛ばされちゃうんですよ。なんとかなんとか、クサ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 みたいなコメント全部なんかスパムに入ってて、まあ見た時はね、拾い上げたりして表示するようにしてたりするんですけど、クサコメは全部スパムにされちゃうんですよね。で、もう一つはですね、これは今回ちょっとお話ししていきたい内容なんですけど、実はですね、私のチャンネルにはモデレーターっていう人たちがいて、その人たちが私のコメント欄を管理してくださっています。で、モデレーターってどういう人たちかっていうと、まあ、視聴者さんなんですけど、私がねお願いした視聴者さんが私のコメント欄を管理することができるっていうシステムなんですけれども、最初の方かな、もう本当に最初から見てきてくださってる視聴者さんに何人かお願いしてモデレーターになってもらっています。で、そこで他の視聴者さんが不快な気持ちになったり嫌な気持ちになったりしないように、モデレーターさんの判断に任せてコメントを管理していただいてます。本当にね、そのモデレーターさんに関しては1年ぐらい前からもずっと私のコメント欄を毎日毎日見てくださってて管理していただいてます。本当にありがとうございます。私もですね、コメントは見るようにしてるので、いつも見てます。皆さんのコメントは本当にありがとうございます。コメントたくさん、わーいわーいわーい。これまたあのカコチンちゃんに感情ないって言われるやつだな。面白いなとか楽しいなって思ったものについてはいいねを押すようにしています。なんですけど、あの一つのこうコメントをねちゃんと見て、コメントを削除したりこれは採用しようみたいな言うほどマメじゃないんですよ。ごめんなさい。なので、モデレーターさんはね、本当に私はそういう性格を理解してくださっていて、視聴者さんがこれは見たら嫌な気持ちになるだろうなっていうのをね、きちんとこう判断してチェックしてくださってるんですよ。本当にありがとうございます。マメな人って良かったなって思ってます。いつもですね、私本当にゲームか編集してるか、まあ、撮影してるかっていう感じなんですけれども、まあ、そんな感じですごいズボラなので、もうゲームしてる時間があったらリプ返せよって感じなんですけど、返してなくて本当にすいませんでした。ごめんなさい。Twitter のねリプの返信とかもう少し頑張ります。そんな感じで今日の動画は少し短くなってしまうかと思うんですけれども、皆さん気になってる内容だと思ったので、きちんと動画にしてお話ししてみました。それでは今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価よろしくお願いします。それではバイバイ。